松井にとっての初めてのオールスターがこれから始まります。打球はどうか、一郎の前に落ちます。エドモンズは一塁から二塁で止まる。ああ回ったら一郎の見せ所だったんですが、ワンアウトランナー一塁。センターへ松井の打球、松井1回止まって下がって取りました。正面に飛んできたフライでしたが、松井オールスターで初めて打球を処理しました。これで落ち着いたんじゃないでしょうかね。ああそうですか、はい、やはりプーホールズの打球ですからね、一瞬止まって、まあ、確認をしたといいますかね、打球の勢い飛距離を確認した、まあ、これで正解だと思いますよ。あれ、そうですね、はい、これも詰まったか。イチローへのフライで1回の表ナショナルリーグ攻撃終了、スリーアウト。これの強気な攻めというのが楽しみですけどもね。イチローとはレギュラーシーズンで対戦がありませんので、初対決。シュミットは糸を引くようなですね、はい、もうすごいボールがいきますからね、今サードのローレンは芝生の中に入りました。アメリカンリーグの今ファーストベースコーチがちょっと入るのが遅れました。これからイチロー1球目を待ちます。初球からいった、ヘルトンへのゴロ、ワンアウト。イチローオールスター3年連続第一打席ヘルトンへのゴロで、一昨年は内野安打になりまして、今年そして去年とファーストゴロ。初球から行きましたけどね、まあ、甘い球ではあったんですけど、やはりシュミットのですね、ボールの勢いが勝ったのかなというところですね。タイミング的には悪くなかったですけどね、イチローとしては今どんな当たりを狙ったんでしょうね。やはり初球のストレートを思い切って狙い、イチローの3回目のオールスターの最初の打席は1球目を打ってのファーストゴロでした。シュミットのストレートが少し、まあ、甘かったんじゃないかと小早川さんおっしゃいましたけども、これを思い切って打っていきましたが、あれなんですかね、レギュラーシーズンとはちょっと違った気持ちでボックスに入っているような印象あるんですか。どうなんです、本人とすればですね、はい、レギュラーシーズンと同じような感覚で打席に臨んでいると思いますけど、はいはい、やはり対戦するピッチャーがですね、シュミットとかもうリーグを代表するピッチャーですからね、なかなかイチロー選手といえども、まあ、打ち返すというのはですね、まあ、至難の技ではないですね、このイチローで、まあ、ワンアウト、ソリアーノのフライでツーアウト、そしてデルガードも外野フライということになりました。それではイチローに対する投球です。ほぼ真ん中みたいな感じですよね。そうですね、このあと、まあ、もう1回ないしは2回ね、バッターボックスは回ってくると思うんですけども、感触としてはいい感じと見たらいいんでしょうか。それともやはりタイミング的には合ってましたので、合ってますか。感触としては悪くなかったと思います、ほんの微妙なところだと思いますね、はい、イチローの影も。さあ松井シュミット初対決で、まっすぐとチェンジアップなわけですね、ここまでは。そうですね、はい、そして振り遅れている選手が多いという、そのまっすぐに対する、オールスター初打席です松井。振っていった、詰まったがヒットだ。おお松井秀喜、オールスター初打席初安打、初球から振っていきました。あのメジャーデビューも初球から振っていった、あのメジャーデビューもレフト前ヒット、今日もレフト前、そしてアメリカンリーグ初ヒットですよ。そうですね、いや決して当たりはよくありませんけどね、やはりこれでヒットを打つというところ、やはり松井選手のですね、強さといいますかね。あ、そうですか、何か運を持ってるっていうところを感じますよね、で内角もほとんど変わりませんからね。あ、イチロー2回目のバッターボックスに立ちます。
1回目シミットの初球を打ってファーストゴロ。2球目ストライクです。与田さん、今145キロのボールは少し変化してるんですか？少し僕はツーシームで投げてる気がするんですけどもね。今ボールカウントは1ストライク2ボールになっています。ツーシームというのも最近よく耳にするボールになりましたが、いわゆるこう縫い目の空気抵抗を受ける部分が2つの縫い目が受けていくということで、結構不規則な回転になるんだそうですね。そうですね。スライダーしたりシュートしたりですね、時に落ちたり、その人差し指と中指の指の力加減によっても変化はしますから、はい、まあ、意外と投げてる本人もつかみづらい、変化がつかみづらいボールですけどもね。一郎を選びました。フォアボール。ワンアウトランナー一塁でさ、サウスポーのウルフを相手にしていきます。ルーキーのスターティングラインナップに名前を連ねた選手ですが、サンディ・アロマジュニアが90年、野茂95、一郎が2001、そして松井2003と、アメリカンリーグではこの3回はいずれも日本人選手。一郎は二塁へ行った、二塁へ行った、もう間に合いません。ワンアウトランナー二塁。さあ小早川さん、はい、この後今度一郎三塁盗塁というのはどうですか？可能性としてはありますよね。ありますか？はい。記録ワイルドピッチ、ちょっと構えとは反対に来ましたからね。ロペス、まあ、いいキャッチャーなんですけどね、取ることできなかったですね。はい。今年はこの三塁盗塁も多い一郎。今ちょうどこの2人が盗塁の数はアメリカンリーグ並んでいます。25個ずつ。レフトへ、二塁ランナー一郎回る、プーホールズ諦めた、一郎ホームイン、先制アメリカンリーグ。カルロス・デルガード打点アメリカンリーグナンバーワン、まず先制の打点を挙げました。このスピードというのはやはりもう外野手はもう投げる素振りすら見せませんね。もうレフトのプーホールズが取った時点でですね、一郎もう見えてますので、大体取るときにですね、感覚的にもう間に合わないなという感じですね。それと取る瞬間にちょっと前に寸止めにかけましたんでね。そうですか。ランナーを返すということに集中したんだと思いますね。やっぱりこの辺りがですね、今アメリカンリーグで打点ナンバーワンを走っている、でもデルガードの勝負強さじゃないでしょうかね。そして先制のホームを踏んだイチローです。この時フォアボールはもったいないと思いますか？そうですね、まあ、できたら打ちたいなと思いますよね。まあ、ほとんど外のですねボールだったですから、はい、なかなか手は出せられなかったですね。オールスターでイチロー初めてのフォアボールです。でその後これがワイルドピッチになりました。で二塁に進んで、その後デルガードのタイムリーです。甘いコースで来るボールが見えすぎて力んでしまうということがあるんじゃないでしょうかね。プーホールズの打球、一郎ナイスプレイ。このプーホールズ、昨日再三見せた右中間のあの伸びていく打球、一郎掴んだ、ツーアウト。昨日はあそこにどんどん柵越えを打っていたんですが、ナイスプレーですね。ねえ、ジャンプするタイミングもバッチリですね。マリナーズの先輩ピッチャーを助けましたよね。そうですね。
あのイチローはよくあの守りでもね、こう自分 の, あの読みとかそういったものを大事にする選手ですが、松井2回のこれが第1打席初球、ジェイソン・シュミットのスピードボールを打って初打席初球初安打。158キロ1ストライク。ケリーウッドから6月7日にこの松井がホームランを打っています。あー、ツーナッシング。あんなワンバウンドするようなボールですけども、バッターからするとあれだけ腕をバッと振られると思わず手が出ちゃうんでしょうね。出ますね。一瞬もう自分の視界からボールが消える感じになりますね。 あそこのコースに。196センチ、ウッド。あ、当てました。やはりあの2球目の空振りからちょっと対応が変わってるわけですか。そうですね、ただあそこに、インサイドの低めに来ますとね、なかなかバッターって打ちづらいですよね。今ご覧いただいているのはあの7番の時のレギュラーシーズンの打率、11打数9安打8割1分8厘。これは打率です。二遊間、面白いところ。あ、ビドロは二塁キャンバスを踏んでワンアウト。松井がランナーとして残りました。今7番の時のですね、はい、数字が出ましたけどね。失礼、2アウトですね。そして、あ、松井に代走です。あ、代走ですか。松井に代走。松井のバッティングを今ご覧いただいているところです。これで2アウトランナー1塁になりましたが、これで松井は初めてのオールスターゲーム2打席バッターボックスに立ちまして2打数1安打。あ、でもヒットをですね、1本打ててよかったですよね。まあ、おそらく本人もですね、非常に忘れられないオールスターになると思いますよね。まあ、あのオールスターとはいえ緊張感というのも少しは与田さんあったのかもしれませんよね。はい、やっぱりこれだけのスター選手と一緒にプレーするわけですからね。そして長谷川登場。アメリカンリーグ4人目のピッチャーとして長谷川茂利マウンドに行きます。いや、出番が与田さん、はい、思ったよりちょっと早いかな。ちょっと早かったですね。マジでこの前のバッターがボンズだったので、なんとかなんかこういたずらされた気分になる。試合前に伺った見たい対決、長谷川対ボンズ、長谷川対プーホールズという話がありましたが、実はプーホールズとボンズが先ほどのね、そうなんですね、2人だったので、ちょっとこれは遠くなってしまいました。さて、長谷川の投球練習が今続いているところですが、松井の先ほどの第2打席の VTR ご覧いただきましょう。ホームランを打っていたウッドからでした。最後なんですかね、ツーシームじゃないかなと思うんですけどもね。ちょっと沈んでますね。ちょっと外に落ちていきましたよね。今打ったボールはですね、小早川さん、松井選手が今年のレギュラーシーズンの前半戦でずっと あそこをうまく打てればと言われていたところじゃありませんか。はい、このセカンドゴロで松井交代。松井の初めてのオールスターゲームは打球もセンターフライ処理しましたし、2打数1安打という内容でした。さあ、長谷川の投球練習が続いていますが、レギュラーシーズンの活躍ぶり改めてご紹介しますと、防御率がなんといっても 0.77。 長谷川に代わるクローザーとしてこのところ最後のマウンドを守って5セーブ。今年、与田さん、はい、ご覧になってて何が一番いいでしょう。今日試合前ちょっと話を聞いたんですけどもね、はい、やっぱりシンカーの打ち具合というものがかなり良くなったと、はい、そのボールの使い分けが、まあ、幅が広がったということも言ってましたけども、やはり球速もアップしましたよね。150キロというのがセーフコフィールドで計測されてましたね。はい、で今日何か特別なトレーニングやってるのって聞いたんですけども、はい、いや全体的なバランスが良くなったんじゃないでしょうかと本人は言ってましたけどもね、
松井に代わってダイソーのウェルズがセンターに入りました。5番のシェフィールド、ライトから始まります。ナショナルリーグ、今どうですか小川さん、真ん中近辺じゃありませんか。そうですね、スライダーだと思いますけど、はい、まあ、しかしキレはいいですよね。キレがいいですか、はい、ああ今ので与田さん147、はい、この辺ですね。そうですね、ちょっと今の一球見ると少し力んだかなという感じはありますけども、あ、はい、まあ、力んで当たり前のところですよね。まあでも、あ、ボールですか。あ、ボールですね、はい、まあ、プーホールズ、ボンズとの対戦はですね見られませんでしたけど、シェフィールド次はですねヘルトンですからね、どこを切ってもすごいですすごいですよ。しかし相手のシェフィールドはサンディエゴパドレスの時にもオールスター、マーリンズでもドジャースでもそしてブレーブスでもオールスター。7回目のシェフィールド、初出場の長谷川、フォアボール、148のスピードが出ましたがノーアウトランナー一塁。ちょっと力んでますか。なんかいつもの力みは感じますけどもね、まあ、でも低めに徹底するというところはレギュラーシーズン通りなんですけども、やっぱりバッターの質がかなり上がってますから簡単には手出してくれませんよね。そしてバッター6番のファーストトッド・ヘルトン、初球打ったセンター頭上、ウェルスが追う、ジャンプしたが超えた、トッド・ヘルトン、トゥーラン、長谷川初のオールスターのマウンド打たれました。ナショナルリーグ逆転トゥーランホームラン、5回の表2対1。0.77 で乗り込んできたこのオールスターゲームでしたが、これがやはりオールスターに出てくるバッターでしょうかね。そうですね、まあでも今本当に初球をですね打たれてしまいましたけどね、でも打たれたバッターがヘルトンですからね、うん、もうリーグを代表するバッターがこうずらっと続いてるわけですから、はい、そうですよね。さて、さてバッターボックスには7番のサードのスコット・ローレンです。まだノーアウト。ヘルトンはホームランはオールスターで初めて、今度は右中間、イチローが追いますがワンバウンド、フォアボール、ホームラン、そして今ライトへのヒット。どうでしょう、長谷川持ち味のコントロールというのがその通りになってないんでしょうか。やっぱり低めのボールが少し見逃されてですね、はい、カウント苦しんだり、やっぱりまだやっぱ初めてのオールスターということもあるんでしょうけども、まあ、先頭のヘルトンのシェフィールドのところでもかなり力んでましたよね。あ、まあ、それがレギュラーシーズンと比べて多少コントロールを乱してるんじゃないでしょうかね。あ、そうですか、うん、今のところもストライクかなとは思うんですけどね。シェフィールドへの3球目でしたっけ。そうですね、ワンエンドワンからのアウトコースのボールも際どかったですね。まあ、与田さん、長谷川の得意というのは内野ゴロダブルプレーを取るというのも、ね、はい、ありますよね、はい、ここは見せてほしいですね。ボール2つ、マイク・ソーシア監督はエンゼルス時代にも長谷川を見ていました。あ、ここで一つ間を置きますね。エンゼルスのバド・ブラックピッチングコーチです。こうして去年のワールドチャンピオンのアナハイムエンゼルスのコーチングスタッフが入っています。まあ、長谷川投手はですね、はい、今回のオールスター本当にですね出場できることを喜んでましたからね。試合前のインタビューにもね、やはりこの中継ぎピッチャーが出る意味というのも話してましたよ、はい、けれどもね、まあ、なんとかこれから今、まあ、ダブルプレーにとってですね、うん、まあ、
頑張ってほしいなというところですね。これは引っ張ってファール。オールスターの試合球ですからファンも必死です。先ほどから際どいコースは言ってるんですけど、やっぱボールと言われてますから、ええ、ピッチャーの心理としてはやっぱり厳しくなってきて、だん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 ストライク甘くなってしまいますよね。いいコースで行ってもやっぱりボールと言われるとこう一瞬えっていう気持ちになりますからね。入ってます。これで2ストライク2ボール。こちらはグアルダード、アメリカンリーグのブルペンです。センターズ上、ウェルズが追っていく。イチローを制して掴んでアウト、ワンアウト。アウト一つでランナー一塁。これからバッターは9番のビドロを迎えます。こうなかなかの内野ゴロを打たせるようなボールが来ませんかね、与田さん。やっぱり勝負球になるところがどうしても高くなってますからね、はい、こうしたところもこれから追加点をやらない投球というのがこう勝負の色合いが今年強いだけにですね、はい、非常にこういうシーンも緊張感があります。1回目三振でした、ビドロ。与田さん、初球空振り取ったボールはあれがシンカーだと思うんですけども、そうですか、いい落ち方してましたよね。そしてこのクイックモーションの速さというのも特徴です。ボールです。いいところに決まってますけどね。ああ、ファーカルがもう準備してますね。次は1番のレンテリアの打順ですが、2ストライク2ボール。さてビドロは足が速いんですが、あえてこうダブルプレーを狙うとすると、与田さん、はい、今のようなボールになるんでしょうか。そうですね、あと外のシンカーを引っ掛けさせる、引っ張らせてですね、うん、セカンドゴロ、インコースだ、三振。これは見事なボールでした。コールが遅いのでまたボールと言われると思いましたけど、スリーストライク目も結構ゆっくりなんですね、コールをされます。今日のこのプレートアンパイアですが、ティム・マクルランドさん、21年目。それでも一つ三振を取りましたよ、長谷川が。そうですね、はい、オールスター初奪三振。ホームラン1本打たれていますが2アウト。そして代打ラファエル・ファーカルです。ショートのセントルイスカージナルスのレンテリアに代わりまして、ラファエル・ファーカル、アトランタ・ブレーブス。おそらくこの後ショートにそのまま入るでしょうか。体は小柄なんですけどね、はいはい、もうスイングは思い切ってもうスイングしてきますのでね。この選手もドミニカ共和国の出身。非常に多くのアメリカ以外の国と地域の選手たちが参加しています、今年のオールスター。三塁線ファール。ちょうど私たちおとといリグレーフィールドに行きまして、カブスとこのブレーブスのゲームを見たんですが、ファーカルの動きというのはやはり印象残りましたか。印象残りましたね。非常に軽快ですよね、うん、まあ体は本当にもう小柄ですけどね、はい、もう全身がバネ、そしてパワーもありますんでね。178センチ。センターライナー、ウェルズはワンバウンドで止める。これで長谷川この回ヒット3本目打たれました。ホームラン、そしてシングルヒット。この後打順がジム・エドモンズになるところですが、あ、ここでマイク・ソーシア監督出ました。左のエドモンズが出てきたところでソーシア監督登場。グアルダード・サウスポー登場ということになりますか。長谷川の
7年目にして迎えた初めてのオールスターゲームのマウンド。3安打ホームランをツーランホームランを1本打たれてランナーを残して交代ということになりました。与田さん、はい、松井が戻ってきてこうハイタッチをする表情とはちょっとまた違った表情になりましたね。そうですね、ランナーを置いてトッドヘルトン、このバッターも5年連続3位、首位打者も打点王も経験しているバッターに打たれました。まあしかしこれだけの強打者がずらっと並ぶとですね、力むなという方が無理じゃないでしょうかね。まして初出場でという選手ですからね、小早川さん、はい、まあ、レギュラーシーズンの 0.77 という数字がありましたんで、こう高い期待というのもあったかと思いますが、はい、ご覧になっていかがでしたか。そういった数字をですね、はい、まあ、残しているものは事実としてあるわけです、しかし今日のマウンドはですね、やはりいきなりシェフィールドにですね、自分がやや力みながらフォアボールを与えてしまった、やはりこういった舞台でフォアボールを与えるっていうことがですね、普通のゲームのフォアボールとは意味が違いますんでね、やはり相手のバッターのことも考えるわけですね、はい、そのあたりが長谷川がですね、次のヘルトンに対して、まあ、本当にこれがたった一試合のオールスターの特徴でもあります。選手がどんどん入れ替わっていきます。イチロー1回目のバッターボックスファーストゴロ、2回目はフォアボール。またこのオルティーズの投げ方が特徴がありますよね、もう右腕をほとんど伸ばさずに投げますから、バッターからかなり見づらいんじゃないでしょうかね。まあ、力のあるボールを投げてくるピッチャーですが、今日はこういうちょっと沈む球が多くありませんか。ちょっとスライダー系のボールがワンバウンドが多いですよね。オルティーズもですね、去年ジャイアンツで投げてる時はパワーピッチャー的なんですね、ストレートがもう少し速かったような気もするんですけどね。そうですね、147キロ、もう少し速いですか。はい、150キロは出たと思いますよ。超えてましたよね、はい、このオルティーズとイチローは8打数1安打というのがレギュラーシーズンです。またボール先行、こうして日本語でボードを作ってくださったんでしょうかね。高いバウンドファールです。オールスターではまだ外野へのヒットはありません。内野安打を初打席で1本打っています。3年連続登場イチロー、あっと最後は当たってますかね。一塁に行きます。これで2打席連続の出塁、ワンアウト一塁で得点差4点を追いかけるアメリカンリーグ。今年はワールドシリーズのホームでの開幕権をかけての戦いになっています。記録は今出ましてデッドボールになりました。当たったようです。左足に当たってるんですかね。ということは後ろ側の足ですね、さてすでに1安打を記録して交代している松井選手のインタビューが届きました。どうぞご覧いただきましょう。初めてのオールスターで初打席初ヒット打った瞬間どんな気持ちだったんですか。痛かったです。自分思いっきり詰まったんで、まあいいところに落ちてくれたというか、入ってきましたけど、まあでもね、記念に残るヘッドだったんで良かったと思います。痛かったって相当こうミシミシ思いっきり詰まりました。はい、初めてのオールスターで緊張感とかいかがでした。いや、その辺はね、問題なくね、いつも通りゲームには、入れたと思うんですけど、
なんか最初からもうコンパクトに振ってましたけれども、今回のオールスターで何かきっかけをつかみたいっておっしゃってましたが、どんなことをつかめましたか？まあ、つかめたというかね、まず経験することというか、で、まあ、その中で、ね、自分自身なんか感じることだとかそういうことあると思いますから、そういうものを、ね、少しでも吸収できたらいいなというふうには思ったんですけど、例えば誰か あのバッティングを見てこういうところを相撲だとかそういうのは別にあんまりなかったんですけど、こうやってね、こういう舞台を、ね、経験することによってまた自分自身感じるものが、あるんじゃないかなと思ってましたから、まあ、その辺はねすごいいい経験になったと思いますし、またこういうものを、ね、自信にして、これからに生かしていきたいなと思いますけど。それは どんなところ今日の松井は1回目初球を打ってレフト前ヒット、痛かったという一言がありました。この一言ももしかしたらこの後歴史に残っていくかもしれませんね。長谷川がツーランホームランを打たれるという、苦い初マウンドになりましたが、素晴らしい見逃し三振も一つ奪っています。日本人選手の出番は今すべて終わったところです。それでは松井の前打席の VTR、 ここでもう一度振り返ることにいたしましょう。痛かったという言葉を残した初球を打ってのぜひと。でもその痛さというのは小早川さん、はい、まあ、これから残っていく、残っていってほしいですね。そうですね。そしてこれはセカンドゴロで松井がランナーとしてこう残ったんですが、代走を送られました。2打数1安打の松井です。サインをしてますね。サインしてますね、はい、これはエバレットが隣にいますが求めたんですか。続いてイチローです。シミットの初球でした。今振り返るとこのボールがどうですか、一番こう甘い球だったんですかね。そうですね、はあ、まあ、本当紙一重だったですね。そうですか、はい、そして2打席目はフィリーズのウルフからフォアボール。そしてこれはオルティーズ、アトランタブレーブスのピッチャーから最後当たったかと思いましたけど、結局フォアボールという記録になりました。そしていいスタートを切りながらバッターがファールを打ったというスチールのシーンもありました。守りも湯田さん素晴らしかったですね、はい、ジャンプのタイミングも、ね、本当素晴らしかったですし、ファンに見せてくれましたよね。日本人選手3人出番終わりました。湯田さん、はい、改めてこう3人の内容というのはどんな風にそうですね、ヒットは松井が出てですね、長谷川も点を取られたりしましたけれども、やはりこの数日間見てましても本当に羨ましい経験がねできてますし、はい、まあ、これから徐々に日本人のプレーヤーもどんどん出てくるでしょうから、僕は見ててすごくあいいなっていういい経験してるなと思って見てましたけどもね。8回、今年のオールスターゲームが終わりました。8回の裏、逆転アメリカンリーグ、3点を挙げました。テキサスレンジャーズのルーキーのハンク・ブレイロックの逆転ツーランホームラン、エリック・ガニエから打ちました。そして7対6として9回、オークランドアスレティックスのキース・フォークが最後締めて、最後は大きなライトフライがライトフェンスの前まで飛んだんですが、距離が足りずにゲームセット。これでアメリカンリーグが引き分け1つを挟んでこのオールスターゲーム6連勝ということになりました。それではハイライトをご覧いただきましょう。ジェイソン・シミットとロワイザの先発でした。松井の初打席は初球を打ちましてレフト前のヒットでした。そして3回の裏、イチローがウルフからフォアボールを選んでワイルドピッチで2塁へ行きます。そしてトロントブルージェイズのデルガードがレフト前のタイムリーヒット、イチローがホームを踏んでこれでアメリカンリーグが先制。4回の表、モイヤーのピッチング、プーホールズのバッティング、そしてイチローの守備、ファインプレー。5回の表、今度は長谷川登板です。フォアボールでランナーを許した後、次のバッター、ロッキーズの強打者ヘルトンに運ばれました。これが今日1本目、両チーム合わせて1本目のホームラン。
そしてその後ランナーを残して長谷川降板、代わったグアルダードもアンドリュー・ジョーンズにランナー2人が帰ります。ツーベースを打たれます。さらにランナー2塁においてプーホールズ、セントルイスカージナルス、タイムリーヒットを打ちました。この回一挙に5点を取って5対1。しかし6回の裏、ギャレット・アンダーソンどうやら MVP のようですが、 MVP になったようです。このアンダーソンのツーランホームランで追い上げ、そして7回の表、アンドリュー・ジョーンズが今度はホームラン、この日3本目のホームランということになりました。そして今度はワグナーから打ったジオンビーのホームラン、小早川さん見事でしたね。見事でしたね。素晴らしいホームランでした。そして今度は8回にウェルズのタイムリーヒットが出ました。この回は2点差だったんですが、このウェルズのタイムリーでモーラがホームを組んで1点差。そしてルーキーのハンク・ブレイロックがエリック・ガニエから打った、これが決勝逆転のツーランホームランということになりました。7対6。そして最後このラストシーンご覧ください。クローザーとしてはたまりませんでしょう、与田さん、これは。そうですね。もう頼む、早く落ちてくれというそういう気持ちになりますけどね。そして、まあ、勝ち投手ドネリー、負け投手はガニエ、 MVP ギャレット・アンダーソン、4打数3安打という内容でした。まあわやサイクルヒットという活躍ですから、これはもうやはりそうでしょうかね。はい、まあ妥当なところでしょうね。今年のオールスターゲーム、昨日のホームランダービーと合わせまして、小早川毅彦さんと与田剛さんの解説でお伝えしてまいりました。